自宅のガレージに設けた設備を使って密造酒の製造方法を説明する元密造者。密造酒とは政府の許可を得ないで製造されたアルコール飲料の総称である。本来、酒税の課税対象である酒を無許可で製造するため、近代国家の多くでは税制度への依存度が高まるにつれ、これら密造酒製造には厳罰が課せられる傾向が強い。 自宅で簡単に製造、消費でき、しかも適発もされない点が問題視される。アメリカ合衆国では EN、ムーンシャインと呼ばれ、特にウイスキーの密造を指す場合が多い。日本では密造酒というと、ドブロクを指す場合が多いなど、密造酒の品種は各国で特色がある。近世から近代にかけての国家の成立において、租税は国家経済の基礎となるが、 特に指向性の強い種類は多くの国家で課税対象にされ、種類の製造販売に関による許認可が必要とされた。しかし税金逃れのため、一般の家庭や地方コミュニティ等で自家消費する種類の製造を無認可で行うことが起こした。近世ヨーロッパの歴史において、酒造の歴史は往々にして密造酒の歴史と重なることが多い。 君主政治家においては、王公、貴族が政治を私物化することも、まあまあったが、この中では、自身の社氏のため、酒税をはじめとする思考品には重税を課すことも、行われた。また戦争という国家の威信をかけた事業には、莫大な経費がかかったが、酒税は金制において大衆から資金を広く、徴収するには、非常に便利の良い口実ともなった。 これらの事情により、特に命定しやすい上流種ほど、より高額な税収が期待され、また高い種税率が設定された。そのため、こういった課税を回避するために秘密裏に作られた密造種の多くが、上流種である。一方で、種類や食品などにかかる規制は、国民の健康、衛生を守る大義の面もあり、その管理の枠組みから外れた存在である密造種は、 製造販売側の過失あるいは悪意により、不衛生や引用に適さない成分混入による中毒事故が絶えない。密造種そのものが犯罪行為である以上、他のより凶悪な犯罪との結託が容易に起こり、大規模に密造、密売される場合は、犯罪組織に地元の有力者、時に地元関係さえもが賄賂で抱き込まれている場合もある。 アルコール飲料の禁止や課税が行き過ぎると、アメリカ合衆国における禁酒法のように、密造酒が地下経済に取り込まれることで、マフィアの巨大利権となり、深刻な社会不安を引き起こした歴史も存在する。酒造はもともと自家レベルから出発したものであり、多少の知識と簡単な道具で製造できる部分もあるため、現在でも自家製造と消費は絶えない。こうした、 極小規模に密造されるものは容易に露見することもないため一向に摘発が進まないのもこの問題に根強く絡む部分である。1875年日本初の近代的な酒税法となる酒類税則の施行に伴い日本において近代的な意味における密造酒という概念が誕生する。江戸時代までは自家用酒の製造は自由であったが 1875年に日本初の近代的な酒税法となる種類税則が策定された後、酒税法の整備に伴って徐々に自家用酒に対する課税及び制限が強化されるようになる。1899年の時点で日本の酒の製造量の1、4を占めたという自家用酒の製造を即座に禁止するのは現実的ではなく、しばらくは、 自家用種の製造が容認されていたが、日清戦争後の歳入不足を補うために、行われた1899年の増税に伴い、ついに自家用種の製造が全面禁止された。しかし、それまで自家用種の製造を当然としていた農村地方においては、自家用種の製造を即座にストップすることはなく、自家用種は密造種として作られ続けた。 1899年当時における酒の密造は、東北、九州、山陰地方に特に多かった。1890年代においては、酒税収入が、国税の30%から40%を、占めるという状況下において、酒の密造に対しては、税務署による厳しい取り締まりが行われたが、それに対する農民の抵抗は大きく、 税務属の順職、遭難などのトラブルが頻発した。例えば、1903年には、千葉県長子税務署員が順職。1908年には、沖の選ぶ島にて、鹿児島県大島税務署の職員が順職するなどしている。当時の酒税法においては、税収確保の観点から零細業者の増加を防止するため、年間50国以上の製造者のみが、 主税免許を得ることが可能であったため、個人による自家用種の製造は密造となるほかはなかった。そのため、税務所の指導によって、村落の共同出資によって会社を設立させ、共同製造という形にして、自家用種に対して、主税免許を与えることで密造を撲滅するという方式が取られたが、会社から濁り酒の分配を受けた構成員の中に、 それを元として、大量の直密の製造を行う者が続出し、かえって密造酒を広める結果となった。1923年には、岩手県湯田村にて、直密の取締りに当たっていた花巻税務署の税務族が、住民に、半殺しに遭う事件が起こっており、この事件をベースに、宮沢賢治が、税務署長の冒険という小説を書いている。 昭和中期においては、この宮沢賢治の小説を、高等無形のフィクションとする説もあったが、米知文夫らの研究により、当時の花巻税務署管内では村落ぐるみ、会社ぐるみで酒の密造を行っていたことや、濁酒ではなく清酒の密造が増えていたことなど、この話が、当時の花巻や、ユダユと周辺の状況をかなり正確に、反映していることが現在は明らかになっている。 1921年における、種類等無免許製造者処分件数は3780件。このうち仙台国税局の管内における摘発が2687件。この頃が、戦前の摘発件数のピークであり、その後は密造種の摘発よりも防止に重点が置かれるようになり、住民の生活水準の向上もあって、終戦にかけて、 酒の密造は減少していく。闇市の屋台でカストリ酒を飲む人々。瓶には、アルコール度数を記した札のみで、中身は不明朝鮮人集落の密醸造設備を強制摘発する日本の警察官。第二次世界大戦の終戦直後は、急激なインフレによる種類の価格高騰、及び種類の生産数量の低下に伴い、密造酒の製造が盛んとなった。 1947年の密造種の推定生産数量50万2000キロリットルに対し、正規種類の製造上輸出数量は34万3000キロリットルと、密造種の推定生産数量が正規種類をはるかに上回った。社会的混乱により、闇市では密造した、焼酎、カストリ酒が公然と出回っていた。 農村部での密造に加えて都市均衡に失職した朝鮮人を中心とする密造集団が構成された。これに対し税務当局は全国の税務署員を動員して強力な取締り体制を構築したため検挙件数は急増し、1947年の検挙件数は16,968件に達した。 密造集団の抵抗は大きく、1947年には、川崎市の密造集団の取り締まりにあたった神奈川、税務署の書員が殉職する事件が起こっている。密造集団の取り締まりに際しては、警察や、新中部に MP の協力が得られることもあったが、税務書員が主体となることは変わらず、命を落とすものもあるなど危険であることから、1947年に、 財務局及び税務署に在勤する政府職員に対する税務特別手当の支給に関する法律が施行され取締まりに当たる税務署員に特別手当がつくようになった。国会提出された法律案には特殊な第三国人等に対する検査調査が政府職員が事務の執行に当たり生命または体に著しい危険を及ぼす恐れがある場合に当たるとされている。 密造酒の製造は1952年から1953年頃までが最盛期であったが、その後は戦争直後の混乱の収束による密造集団の自覚と税務署の指導によって密造集団が合法会社に転換するなどしたため密造集団は昭和40年代までに消えていった。また、酒造会社の再開により合法で品質の安定した。 種類が流通するようになると、粗悪なカストリ酒は消えていった。1953年施行の酒税法により、日本において、種類製造免許がない状態でのアルコール分を1%以上含む種類の製造は原則禁止されている。これに違反し、製造したものは、酒税法第54条により10年以下の懲役、または100万円以下の罰金が科せられると同時に、 製造された、種類、種母、もろみ、原料、副産物、機械、器具または容器を、所有者の遺憾に関わらず没収される。製造免許を、国税庁から交付されるためには、種類の一定量の製造が必要となる。具体的には、日本酒やビールの場合は60キロリットル以上、ウイスキーやワインの場合は6キロリットル以上であり、個人が、 自家消費用で製造することは不可能である。これら規定の例外として、農学や醸造学などの研究における種類製造は認められている。この場合、あくまで学問の自由のために製造するものであり、試験醸造のための製造免許という扱いをされている。また、かつては、伊豆諸島の青ヶ島において、交通の便が非常に悪いため、 税務管理が島を訪れることにより得られる酒税よりも、島を訪れることによってかかる費用の方が多かったことから、の話しとされていた。これは、法が想定している例外ではなく、また1984年の、青ヶ島酒造合市会社設立により解消された。種類に、水以外のものを混和する行為も、種類製造とされるが、 カクテルのように家庭や飲食店で消費直前に混ぜる場合は例外として認められている。この他に自家消費用に20度以上の蒸留酒に対して酒や以下に揚げるものを混和せず、さらに混和後アルコールが新たに1度以上発酵しない場合に認められている。自家製の梅酒が認められるのはこの例外による。なお2008年4月30日から一定の要件のもとに 免許がなくとも、旅館や飲食店等も梅酒等が出せる特例措置が設けられた。適用を受けるためには、税務署へ特例適用の申告を行う必要がある。さらに、蒸気の通り、日本酒やワインは20度以上の蒸留酒ではないため、例えばサングリアなども作ることができない。 日本国内においても、ビール醸造キットやワイン酵母など、アルコール醸造に転用可能な酵母、あるいは麹などは広く販売が見られる。しかしその場合においても、無免許で、アルコール度数1%を超えるものは違法となる。ウイスキーの熟成は、密造が関係しているため、密造に関係する語が、銘柄の名前に付けられている例も散見される。 スコッチウィスキーのオールドスマグラーのスマグラーは通常密輸業者や密輸船を意味する英語であるがここで言うスマグラーとは酒の密造者のことである同じくスコッチウィスキーのボッチ号とはゲール語で黒いポットを意味するがこれはウィスキーを密造していた頃に使用された黒い蒸留器のことでありこの銘柄の瓶のラベルには ウィスキーの密造の様子が描かれている。アメリカンウィスキーでは、ムーンや、シャインなど、禁酒法時代の密造酒を連想させるブランド名の製品も登場している。これらは、当時のレシピを再現したり正式な瓶ではなく、メイソンジャーに入れるなどしているが、酒造メーカーが上流した正規の製品である。ありがとうございます。